国語、まあ、現代文ですね、はい、が一番難しい大学は、ね、どこだと思いますかっていう意見をお伺いしてよろしいですか、はいはい、それはですね、はい、なんと武田塾チャンネル。武田塾の部長の中森です。今回も柳生先生にゲストとして出演していただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、ちょっとぜひ聞いてみたい質問なんですけれども、はい、まあ、国語、まあ、現代文ですね、はい、が一番難しい大学はどこだと思いますかっていう意見をお伺いしてよろしいですか、はいはい、それはですね、はい、なんと東京大学です。ですよね。あれめっちゃむずいですよね。特に第4問がめっちゃむずいです。第4問は鬼ですね、はいはい、東大何が難しいかって言いますと、はい、実は文章ではないんですね。文章ではない、はい、皆さんが読んで、はい、あ、なんだこんなもんかって思うんですよ、はいはいはい、早稲田とか上智の文章と比べると、はい、多分簡単に見えると思うんですね、東京大学の場合、はいはい、でも、まあ、実際問いにちゃんと答えようとしていくと、はい、結構いろいろ考えなきゃいけないポイントがあったりして、はい、この表現って回答に入れなきゃいけないのか、それとも入れちゃむしろいけないのかっていう判断がものすごく重要になってくるんですよね、はい、やっぱり極めつけはあの第4問なんですよ、はい、でもあれもやっぱり設問ですとか、まあ、考え方はもう第1問と同じようにかなり論理的に考えないとできないんですよね、はいはい、数学っぽいような論理をやっぱり求めてるんですよ、はい、ただパッと見がそうふわふわした随筆なんで、はい、これどうやって論理的に考えるのみたいなことで結構難しいと思う人がやっぱり多いかなと思います。なるほど、はい、過去問やりまくってれば、はい、回答の仕方は分かると思うんですけど、なんかそれでも本当にできてるなってんのがいまいち分からないって結構多いと思うんですよ。はい、そうですね、はい、第4問いきなり入ると相当やっぱりふわふわして何やってるのかよく分からなくなるので、はい、まずはやっぱり第1問しっかり練習してほしいかなと思います、はい、評論文だったらこういうふうに論理的に読めるんだっていうことをある程度イメージした上で、はい、あの随筆に入るんですね、はい、そうすると一応論理のようなものがこう見えてくるようになるんですよ、はい、あ、ここに論理があるっていうふうにこう見抜けるようになると、まあ、取っかかりがつかめるんじゃないかなと思いますね。国語って別に満点取らなきゃいけないわけじゃないじゃないですか、はい、正直半分できれば同じですよ。古文漢文で稼げばいい的なところありますよね、はい、そうですね、はいはい、で野球先生自身は国語はなんか現代はどのぐらい取ればいいとかっていうのは感覚ありますか。そうですね、まあ、漢字はできたとして、はい、普通に記述の問題ですと、まあ、半分いったら優秀だと思います、はい、8割ぐらい取れてると思って減点されまくって5割ぐらいの感覚ですかね。そうですね、もうそれぐらいの感覚だと思います、はい、分かりました、はい、私立大学だったりでちょっとここは難しいなって思うのは、はい、普通やっぱり偏差値的には早稲田じゃないですか。はい、そうですね、早稲田は実際どうなんですか、難しいんですか。確かに生徒たちは早稲田とか上智ってすごい難しいっていうふうに言うんですよ、はい、やっぱり本文も何言ってるのかよく分かんないっていう文章多いですし、はいはい、選択肢もやっぱり長くて複雑で分かりにくいっていうことなんで、はいはい、でもあれってしっかり勉強してれば実はちゃんと満点が取れる難しさなんですよね。あ、なるほど。公文解析したりすれば、はい、満点実はかなり狙えるんですよ、早稲田とか上智っていうのは。早稲田のここは得点源だったとちゃんとやれば。そうですね、多分本番で唯一満点狙えるのは現代文じゃないかなと思います。なるほど、はい、まあ、難しいは難しいけど対策できる難しさだと。そうですね、これは対策できる難しさです、はい、対策できない難しさもあるんですか。対策できない難しさもありますよ、はいはい、例えばどんな大学ですか。例えばっていうとあれなんですけども、はい、この大学どこかなっていうような大学の作る現代文は正直、はい、解なしなんじゃないかな、意図が読めない、うん、そもそもこの問いでこの選択肢っておかしくないかみたいな、キャッチボール成立してないような選択肢、してないような選択肢とかがあったりするので、はいはい、まあ、正直それは僕も満点取れる自信はありません。なるほど、はい、ノトシックスというか、そんな感じですね、はい、勘で解くしかないみたいな。勘で解くしかない、簡単にしようとしすぎて、はい、こう設問の問いというか論理が破綻しちゃってる状態って感じなんですか、ね、はい、そんな感じなんですかね。ちょっとあれは意図が読めないですね、はい、全く、はい、赤本なんかでもそうだと思うんですけど、はい、いわゆるその偏差値が高い大学ほど解説は結構気合い入れて書いてるじゃないですか。そうですね、はい、その偏差値がそこまで高くない大学だと、はい、回答も選択肢しか載ってなかったりするじゃないですか、はい、あれ割と納得できないことは結構読んでてあります。え、なんでこの答えなのって思うこと正直あります、はいはい、でもじゃあどれが他に答えなのかって言われてもそれもちょっと見つからないみたいなこともある。そう、そういうことです、ね、どうしようもない問題っていう、はい、そうですね、僕にとって一番難しいのはそこです。なるほど、はい、いわゆる名前が知れてるような大学ですと、はい、そういった悪問とかはないですね、はい、ちゃんと解けるようになってます。じゃあ悪問の時はやっぱり一番難しいのは東大で、はい、まあ、私立だったらやっぱり早稲田が順当に難しいっていう感じなんですね、はい、そうですね、はい、
逆に偏差値の割にここは意外と簡単だなみたいに思うところってあります？青山学院大学。ああ、やっぱり青山そうですよね。青山めっちゃ点稼いでるイメージあるんですけど、はい、漢学同志社あたり、これはすごい簡単なんですけども、はい、注意しなきゃいけないのは、はい、これ合格最低点もめちゃくちゃ高いんですよ。そうですよ、はい、生徒たちが何割取れって言ってます？例えば9割以上取れって言ってます。そうですよね、はいはい、多分8割だと差つかない。8割だと落ちるんじゃないですか。そうですよね、はい、はい、じゃあもう9割なんなら満点狙いに行って、そうです、ね、満点でようやく得点源ぐらいに、そうですね、本当に、はい、はい、感じですね、はい、矢木先生非常によく分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回は以上です。学習管理アプリルート武田がなんと大幅にパワーアップしました。英語と数学2科目対応だったところがなんと全科目対応に。武田塾の勉強方法がこのルート武田に全て詰まってます。ルート武田の詳細とダウンロードは概要欄から見れます。ぜひダウンロードしてみてください。